クラウドのうち7歳か8歳以来かな。今は調理場らしい。素敵な歌だと思って。あら恥ずかしい。実はね、時々ご飯をあげてる猫ちゃんが行方不明で心配で心配で歌っちゃうの。ちょっとクラウド、何でも屋の出番。感情が高まったらつい歌ってしまわない？いいえ、私は音楽はしないの。子供の頃にピアノをやってました。ママに教えてもらって。あら、いいわね。いつか伴奏してちょうだい。はい、機会があればぜひ。ねえ、ん？その猫、俺たちが探そう。本当かい？助かるよ。私はダーエ、ここの料理長よ。猫ちゃんはニブル山のふもとに住んでるみたい。野良なのに真っ白ですらりとした綺麗な子よ。そうだ、お腹を空かせてるだろうからこれを持って行って。猫ちゃんのことお願いで。うちのマルのこと思い出しちゃった。ああ、俺もだ。結局あいつはどうなったんだ。5年前村が燃えてる時に別れた。そうか、私が捨てたみたいな、そんな感じかな。生きていてほしいって思う資格もないような気がするんだ。なあティファ、気になっていたことがあるんだ。何？あのティファの猫、どうしてマルって言うんだ？別に丸くなかったよな。ああ、あれ？マルはね、12歳の誕生日に村長がくれたんだよね。その時に村長が、この子はマルだって言ったの。だから、理由はわからない。もちろん新しい名前をつけるつもりでいたけど、それより先にマルっていう名前が村中に広まっちゃった。いい名前って思うようになるまでそんなにかからなかったけど、あの頃は私も面倒な年頃だったからな。クラウドほどじゃないけどね。マル、いつも首に赤い布を巻いていたの覚えてるかな？ああ、そうだった。あれね、パパが巻いたの。自分の古いシャツを切って私がもらってきた猫なのに、パパの方が可愛がってたかも。そうか、ごめん、この話。いや、いいんだ。どうしたの？声がする。あそこだ、追いかけよう。
追いかけよう。突破する。ダーエさん、世話してくれそうな感じだったよね。クラウドも一緒に頼んでくれる？ああ、帰ろう。ブラマントたちが怯えてる。こんな日はモンスターも増える。そっか、私たちが住んでいた村とは違うもんね。だから村に戻らなかったんだろうな。どうしたの？マル？追いかけよう。ここは診療所ですが、今は休憩時間です。料理長のダーエさんなら意外には。クロマントの人たちの腕には入れ墨でナンバーが彫られてるんです。おや、あんたたち。あら、猫ちゃん、無事だったのね。しかもこんな可愛い子ちゃんたちまで。ニブル山で産んだみたいです。おやおや、ご苦労だったね。それで、その山での子育ては難しいと思って連れてきてしまったんですけど。ああ、はいはい、心配しないで。これからは私が責任を持って面倒を見るから。猫ちゃんに囲まれ料理するのが夢だったの。ララ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 。うちの子になるなら名前が必要だね。あんたは真っ白で綺麗だから、白だ。間違いのないいい名前だろ。子供たちは後で考えよう。いや、その猫の名前は…おや、ピアノが聞きたいのかい？でもごめんね、私はさっきのが精一杯なんだよ。ティファが弾けばいい。いいわね、私もぜひ聞きたいわ。じゃあちょっとだけ。そうだ、せっかくだから伴奏もつけようか。演奏をたしなむ連中を呼んでくるから、ちょっと待ってて。どうしよう、クラウド、なんだか大変なことになってる。ピアノの練習してたのって子供の頃だけだよ。逃げるか？それはできない。じゃあ練習だな。
正直驚いた。本当にずっと弾いていないのか。クラウドがいるから張り切っちゃった。この子たちのことよろしくお願いします。任せなさい。美味しいものをたらふく食べさせてあげるからね。覚悟しときなさいよ。さあついてきな。ピアノを弾きながらいろいろ思い出しちゃった。ママにピアノを教えてもらったこと、パパの雑なでも美味しい料理、エミリオたちとのお茶会。クラウドは何度誘っても来なかったよね。そうだったか。クラウド一人ぼっちでも平気だったよね。俺のことそんな風に思ってたのか。違うの。平気なわけない。もっと知りたいな、クラウドのこと。あ、時々話そう。うん、きっとだよ。来てよかったね。あ、マルも戻ったしな。今日からシロだよ。新しい家族と一緒に幸せになってほしいな。ねえ、キャットシー、ニブル山のマコーロで何があったか知らないの？マコーロに何者かが忍び込んだので、シンナの軍が急行して交戦状態にってことらしいですわ。そっか。わざとか。どういう意味です？わざと見つかるようにして、わざと負けたんだ。そうじゃなくちゃおかしいもん。だって、忍びの末裔だよ。わざと負けるってお前、わざと死ぬってことだろ。んなことするか。するよ。もう全然するよ。シオリはそれに臨済魂ですな。恐れるよ、怖いよ、悲しいよ。でもやるんだよ。それくらい死んだを憎んでるの。ねえ、ビビーさん、風体の兵がわざと負けたんやとしたら何のためでしょうね。そりゃ、シンラの陰謀と悪名を世界中に知らせるためだよ。どうにかして事件を世界中に知らせて、反シンラの仲間に奮起を促す。きっとそう。うん、そうだよ。なるほど、そんな気がしてきましたね。で、ユフィさん、スフール総督はご存知で？そりゃ知ってるけど、会ったことはないの。それどころか顔を知ってる人もほとんどいない。シンラに命を狙われているから用心して身を隠してるんだよね。あ、ダメダメ、今の内緒。みんな裏切るなよ。ついていけばいいんだよね。ああ、何か目的があるはずだ。それを確かめる。遅すぎるよ。その辺を走り回ってこい。はぐれないように。うん、谷からこっち。これらの使い方は違うよね。待て。世話がやけるね。楽勝。ほとんどは宝条の戦士だ。ダメだ。次に備えろ。キッキリってわけにはいかないよ。あんまり切れるかな。やれるだけやるさ。あの人たち何考えてるんだろうね。クロマント、今はエンシェントマターのことじゃないかな。クロマント自身は何も考えていないと思う。多分その方が。そうだね、ひどい目に遭うもんね。アンナーで動く動物に近いのかな。死んだ人手なしだよね。間違いない。あれは
カンパニーの水質試験場ですね。魔法採掘による水への影響を調べていたようです。結果は？水質への影響は見られない。これが公式発表です。信じられない。一応お知らせしておきますと、ニブルヘイク村の給水塔と水道管には当初から最新式の浄水装置が内蔵されています。悪影響の証拠となるデータは見つかりませんから何とも言えませんけど、浄水装置のおかげで影響が出なかったとも考えられますね。俺はその水を飲んで育った。だから性格がそんななんだ。証拠が出ちゃったね。消されるかもな。廃墟？ついてきてる。エンシェントマター狙いだよ。放っておこう。見つけた。今度はどこに行くんだろう。エンシェントマターのところだね。切ないな。何か？クロマントの人たちはみんな似たような匂いがするんだ。魔法の影響かも。そうかも。でもそれよりももっと悲しい匂いだよ。俺らにとって匂いはその人の大事な個性だよ。それが一緒になっちゃうのは悲しいな。ナナキ、俺の匂いはどうだ。クラウドはクラウドの匂いだね。私は、脱落したものも多いはずだ。ユビーに会う前もかなり見かけたよね。そういえば私もミッドガルで見たよ。というか最初に会ったのがそうだったな。俺の隣人もそうだったな。何？どういうこと？
港の下に潜水艦用のドックがある。そこにエンシェントマターがあるのかな。何、私たちに命令してんの。海側からドックの中に入れるはずだ。シレナに乗れば行けそうだね。クロマントとセフィロスは無関係じゃない。それどころかすっごく関係が深い。そうだよね。だろうな。そうなの。証拠とまでは言わないが、そう信じるべき理由がいくつかある。早く終わらせてあげないとね、彼らのために。どう？え、クロマントさんたちが動き始めましたので、いち早くお伝えしようかと。分かった。どこへ行けばいい？はい、こちらです。